はい、こちらね、トークだけの、動画投稿になっちゃうんですけど、私がね、他の人も結構ね、ブログとかで載せてるやつとかあるんですけど、これ書いてる人いるかな？結構僕ね、ヤフーオークションが大好きで、いろんなもの見るんですけど、見てるうちにね、あっていうのをこう見つけるときあるんですけど、ひょっとしたらね、わざとじゃないんですよ。他の人もなんかブログで書いてて、僕が知らなかっただけかもしれないんですけど、このね、ガチャガチャのね、カラーカプセルっていうのはヤフーオークションで売れるみたいですね。まあ、例えで言ったら、僕がよくね、まあ、僕の、動画配信をよく見ていただいてる人とかだったらよくわかると思うんですけど、まあ、よくね、僕が出てくるこの、カラーカプセルですよね。まあ、これを、まあ、他の人も家に持って帰ってこう、ある人もあるんですけど、これね、まあ、要は終わってしまえば、単なるゴミじゃないですか。まあ、失礼な言い方するんですけどね。で、もちろん、皆さんもご存知のように、こういうやつもあれば、こういうやつもあれば、まあ、いろんな、これごめんなさいね、ちょっと、斜めになってますんで、まあ、あとはね、まあ、まあ、中身入っててもいいか。まあ、これ中身入ってるんですけどね。まあ、こういうやつとか。まあ、これ中身入ってないって考えてくださいね。こういうやつとかね。まあ、これも中身入ってないって考えてくださいね。こういうやつ。まあ、要はカラーカプセルね。これ入ってないって考えてくださいね。うん。で、こういうのって結局捨てるじゃないですか。でね、売れるんじゃないかなと思って、オークション調べたらこれお金になるんですね。で、あくまでそんな異常なお金にならないのと、で、あとは、どう言ったらいいんですかね、物の状況によっては違うんですよ。で、僕も詳しいことはわからないんですけど、これだったらね、多分間違ったらごめんなさいよ。このね、ガチャガチャの玉、この厚みが何ミリとか、ほんで、このね、高さが何センチとか、この横幅が何センチとか、もちろんほら、これとこれって同じガチャガチャの玉で似てるようでこう、ちょっと違うでしょう。質感も違うし、で、一番わかりやすいやつなんか、100% これ大きさが違いますよね。ほんで、要は何が言いたいか言ったら、大きさと質感が違ってもお値段が違ってくるんですけど、実はね、ガチャガチャのカラーカプセルっていうのはヤフーオークションで売れまして、まあ、僕の想像ですよ。多分ね、ガチャガチャを、ごめんなさい、ガチャガチャ屋さんをするとします。で、これってね、みんな知ってると思うんですけど、ガチャガチャのね、この玉って新品で売ってるんですよ。で、契約の数によっては違うんですよ。まあ、これは一例ですよ。1000個買ったとします。1000個買ったとしたら、1個のあたりが、まあ、カプセルだけですよ。30円。まあ、例えでですよ。で、1万個買ったら1つのカプセルが新品で15円とか、数をね、買えば買うほど違うんですけど、やっぱりね、そのカラーカプセルでも、やっぱお金じゃないですか。最初のその素人さんがね、始めるにはですよ。だ、そうだったら、誰かのね、こう、ガチャガチャをたくさん買う人いるじゃないですか。で、家の奥に置いてます。で、そのガチャガチャを、の玉をね、大量に、余ります。まあ、もちろんですわね。で、それってね、僕一つ教えてもらったんですけど、これ普通ゴミで出したらダメなんですってね。本当はね、まあそういう言いつつ出してる人いるんですよ。まあ、要はね、普通ゴミでこれを出したらいけないのと、お金になる話なんですけど、これね、ちょっとまたちょっと指で隠しますね。実はね、これまあ、気づいて知ってる人は知ってるんですけど、ほら、これね、ちょっとゆらゆら動画でごめんなさいね。題名がね、カラカプセルガチャガチャガチャポン。まあ、秋カプセル330個ですね。330個で競り落としが4名、争ったのが1300人もいるんですよ。すごいでしょ。で、これ確かこれ中古なんですよ。で、他の、これね、まあ、さっき言ったように、ものによっては状況が違うんですよ。まあ、これだったら今言ったように1300円ですよね。で、こちらだったらね、景品用の、まあ、カラーカプセル、状況が違うんですけど、まあ、
100個ですよね。カラカプセルですよ。中になんか入ってるわけじゃないんですよ。で、それが1380円で売れたり。ほんでね、まあちょっとこれはね、だいぶいい、お値段の競り落としの一例なんで、ここまでならないんですよ。まあなんかたまたまお金に余裕がある人とかでしょうね。うん。あ、これだったらね、ほら。カラーカプセル500個まとめて、48センチバージョンね。ほら、大きさも違うでしょ。48センチバージョンとかね。で、500個の個数とかも違いますし、まあ、で、先ほどのね、あ、今回ちょっとこれ絵がないですね。ピクチャーがね。まあ、そんな感じで、何が言いたいかって言ったら、大きさ、ほんで、ちょっとごめんなさい、ね。いろいろ動画で。ほんで、個数。で、送料無料なんか、ただなんか。で、それでね、お値段が違ってくるんですけど、こうやってね、お金になるんです。買い取る人が、買い取るというか、買う人がいるんですよ。で、ちょっとまた元に戻しますね。多分ですよ、僕の想像ですけど、要はガチャガチャ屋さんを始めるとします。まあ僕もまあするとしますよね。ほんでその時に、今さっき言った、これがね、まあこれも僕が買った中古のカプセルですよ。で、中古のカプセルでもいいから、この中身を主体として売りたいんで、正直ね、誰もそうなんですけど、ガチャガチャを回します。で、これがね、新品だろうがね、使用済みだろうが、別に手に持ってね、寝ちゃうとかなんか変な違和感がない限り、別に新品でもね、中古でも、どうせこう、ほとんどの人がかばってあげて、こうやって、ガチャガチャ置き場のカゴの中で捨てるわけですよ。だから、別にね、関係はないんですよ。よっぽど汚くない限り。で、おそらくガチャガチャ屋さんをする人がこうやって、買って、ほんで、中に何かを詰めて、こう、ガチャガチャの本体の中に入れて、こういうふうに商売する人が買ってるんだと思うんですけど、あとはね、子供会とか、まあ、いろんなことですね。イベントごとで使うっていう意味で、カラーカプセルがなんか売れるみたいですね。はい、こんな感じでね、私がね、まあ、トークだけの動画になっちゃうんですけど、実は、ガチャガチャのカラーカプセルは Yahoo オークションで売れますというね、動画の内容でした。またね、私の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いいたします。